街で僕を見かけたら、ためらわずに声をかけてください。今日はそんな話です。新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ。今日は2013年に書いたエッセイの拾い語りです。町でサインを求められました。いや、署名だとか勧誘だとかそういうことではなく、社長仕事で常滑まで出張に行った時、デニーズでランチをちゃちゃっと食って原稿を書いていると、すいません、サインをいただけませんかとネクタイを締めた中年男性に声をかけられた。以前全く同じシチュエーションでデニーズの店長さんから、鈴木先生、いつもありがとうございます、サインよろしいですか。あ、そう、ありがとうございます。ああ、いやいや、こちらこそ。いや、僕でよろしければって言ったら、ではこちらにって言ってクリスマスケーキご予約表を渡されたことがあったので、まあ身構えたんだけど、今度は白紙のノートでした。で、まあその方は、すいません、こんな紙しか持ち合わせがなくてっていうふうにその方がおっしゃるんで、で、まあ一応聞いたわけよ。どちらかの書店の方でしたっけ、お会いしてましたっけ、もし顔忘れてたらごめんなさいって言ったんだ。この前の日に名古屋の書店員懇親会っていうのがあって、そちらに出席したばかりだったのでね、そしたらその男性の方が、いえ、鈴木先生のファンなんです、いつもお作を拝見しています、で YouTube の動画そのままの姿なんでびっくりしましたっていうことで、いや、僕の方がびっくりしたよ。幸い前日の懇親会で配った書店さん向けの新刊告知名刺っていうのが手元にあったので、それにサインをして落款をしてお渡ししたということです。なんというか芸能人というか有名人になった気分で嬉しいです。まあそれにしてもよだれを垂らして居眠りしてなくてよかったな、そんな話です。これ2013年で、まだこの当時会社やってた頃だね。で、月に10日ぐらいずっと営業で回ってた頃で、その中に常滑も入ってたのでね、そこで行ったところの話なんだけど、今 YouTube 毎日配信で音声だけで配信してますけど、それはこの 2,3 年のことでね、それ以前は週に一度ぐらいのペースで動画を編集して配信してたっていう、そういう風でしたね。で、まあ動画だと言い逃れができないので、で、まあこういうふうに、いや、知らない人に鈴木先生ですよねっていうふうに声かけられることっていうのは何年かに一度ぐらいあります。
まあ分かりやすい顔だしね。この間も去るところのエレベーターで声かけられたよね。いや、先生ですかって、鈴木先生でいらっしゃいますよねっていう、ちょっとびっくりしましたけど、新宿の末広亭ですとか四ツ谷のオーテルド三国で飯食ってる時とかっていう時にこう声をかけられる。で、大抵こういう時ってさ、一人の時なんだよ。三国で飯食ってた時はさ、その知り合いとずっとこう何人かで、まあ知り合いとっていうか、まあ飯食ってた時にさ、そのこうみんなとりあえずトイレに立っていなくなった時にタタッと寄ってきて、いやすいません、鈴木先生ですよね、おい、はい、あいつも拝見してます、ちょっとお声かけたくてって言われて、まああのプライベートの時にお邪魔するのも申し訳なかったのでっていうふうに声をかけられて、でまあその方はすぐ帰られたんだけど、その後知り合いがトイレから戻ってきた時にその話した時さ、ほどかって言われてさ、俺一度もそんなこと声かけられたことねえぞとかっていうことってのあったので、信じてもらえなかったよ。だからさ、そう、あのこの間エレベーターの時もそうだったね。あのいや他の方がいらっしゃったのでお邪魔になってはと思ってっていうふうに声をかけたよね。あのさ、僕もちょこっとさ、たまには有名人気分を味わいたいのよ。何年かに一度ぐらいは。普段ほら地味な生活してるからさ、だからもし僕を見かけたら、街で僕を見かけたら、ためらわずに、小説家の鈴木一郎先生ですよね、いつも本拝見してますか、拝読してますから、いつも本読んでます、頑張ってくださいって、周りに人がいる時に声をかけてください。しかしあれだよね、こういう知らない人に声をかけ、まあ僕は知らない人に声をかけられることってめったないんだけど、めったないっていうか一度もないな。身近聞かれることもないからね。ちなみに職務質問も受けたことないです。で、まあそれはどうでもいいんだけど、この間声をかけられて一番びっくりしたのはさ、名古屋行ったのよ。で、名古屋駅のキオスクでさ、フリスク買ってさ、レジでこうやって入ってて、こう、いやー、金払ってる時にさ、後ろから高校生に声かけられたのよ。すいません。なんだろうと思ったのよ。あ、なんでしょうか。ドブロックの江口さんですよね。違うよな。いや、これはやっぱりちょっとびっくりしたよ。思わずドブロックってサインしようかと思ったよね。気持ちはわかるけど、ただドブロック江口くんにはかわいそうだよね。彼の方がはるかに若いからね。いや、確かに動いてる姿はそっくりだ。うん。僕の方が冷え真っ白だけどね。この番組は小説家鈴木喜一郎が毎日キーボードでパコパコ原稿を書きながら思ったことや感じたことをダラダラ話すラジオです。中身はありません、あしからず。この番組へのお便りご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに
サウンドクラウド、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポーティファイ、アマゾンオーディブルなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ、そんなところで、ではではでは。